ナンバーアンダーラインアイの最新シングル、ゴート」がオリコンランキングで首位獲得。ナンバーアンダーラインアイのデジタルアルバムランキングでの快挙。ノーオーリングが1位。ナンバーアンダーラインアイの最新楽曲、ゴート」は、オリコン週間ストリーミングランキングにおいて再生回数190万回を突破し、リリースからわずか7ヶ月で累積再生数が1億回を超えた。 この曲は今年1月1日に配信リリースされ、オリコン週間ストリーミングランキングで4位に初登場し、その後30週連続でトップ100入りを維持している。まさに2024年上半期を代表する一曲と言えるだろう。g o a というタイトルは、最高到達点や史上最高を意味しており、この曲を通じて平野翔、神宮寺優太、岸優太の復帰を待ち望んでいた多くのファンに新たな希望を与えた。特に、 デビュー曲が予想外のヒップホップチューンであったことが話題を呼び、多くの新たなファンを獲得した要因ともなった。3月6日にリリースされたファーストシングル、g o t o には、この GOTO を含む6曲が収録されており、オリコン週間デジタルアルバムランキングで2週連続首位を獲得した。このシングルは2024年のオリコン上半期デジタルアルバムランキングでも2位にランクインした。さらに、このランキングで、 強盗を上回り、1位に輝いたのが5月27日にリリースされたミニアルバム、n o w o l i n g だった。オリコン上半期デジタルアルバムランキングで1位と2位を同じアーティストが獲得するのは史上初の快挙であり、ナンバーアンダーラインア i は大きな成功を収めたといえる。NOWOLLING ーーのリード曲、ボムは平野がプロデュースを務めており、強盗が3人の新境地を開いたとするなら、 ボムはその方向性をさらに突き詰めた楽曲といえる。MV は公開から2日間で1000万回再生を突破し、強盗の記録を早くも更新した。また、このミニアルバムのリリース前後には音楽番組への出演も増加しており、チャート成績にも影響を与えた。例えば、2024FNS 歌謡祭夏や THEMUSICDAY2024 に出演した週には、オリコン週間デジタルアルバムランキングで、 ノーオー、リングが31位から首位に返り咲くなど、彼らのパフォーマンスが多くの人々に届いたことがわかる。ビルボード・ジャパンの2024年上半期チャートでも、総合ソングチャートジャパン・ホット100で、ゴートが11位にランクインし、ダンスボーカルグループの楽曲としては最高位を記録した。また、総合アルバムチャートホットアルバムズと総合して算出されるトップアーティストチャートアーティスト100では、 日本人ダンスボーカルグループとして最高位の21位に輝いた。このように、数字においても影響力においても、ナンンバーアンダーアダラインアイは2024年上半期の音楽シーンで確固たる存在感を示した。今年下半期には、9月23日にファーストフルアルバム、No.I がリリースされる予定であり、その先行配信として8月19日にリード曲、INZM がリリースされる。 INZM は神宮寺がプロデュースを務めた楽曲であり、ノーアイには、ゴートや、ボンも収録される予定だ。また、初のソロ曲も収録されるなど、アルバムの詳細が徐々に明らかになっているが、ファンの期待はますます高まっている。この期待を上回る作品が届けられるかどうか、あるいはまた良い意味で裏切るような作品が登場するのか、多くのファンが楽しみにしている。デビュー曲からファーストシングル、 そしてミニアルバムに至るまで、ナンバーアンダーライン愛は常に新しい挑戦を続け、過去の自分たちを超えようとする意志と努力を示してきた。このような姿勢があるからこそ、彼らは毎回、最高を更新し続けることができるのだろう。初のフルアルバムがリリースされる日を楽しみにしている人々は多く、上半期に打ち立てられた数々の記録からも、それがわかる。一方で、音楽業界全体に目を向けると、 デジタル配信やストリーミングが主流となる中でアーティストがどのようにしてファンとの絆を深めていくかがますます重要になってきているナンバーアンダーライン愛の成功の背後には彼ら自身の努力や才能だけでなくファンとの密接な関係性も大きく影響している SNS を通じたコミュニケーションやライブイベントでの直接的な交流などさまざまな方法でファンとのつながりを強化していることが彼らの人気の一因となっている さらに、音楽制作においても、メンバー自身がプロデュースを手掛けるなど、自分たちの音楽に対する深い理解と愛情が感じられる。その結果、ファンは彼らの楽曲に共感し、より強い絆を感じることができるのだろう。平野、神宮寺、岸の3人は、それぞれが個々の魅力と才能を持ちながらも、一つのグループとしての一体感を大切にしている。このバランスが、 彼らのの音楽に独自の深みを与えている。そして、これからの彼らの挑戦においても、同じようにファンとの絆を大切にしながら、新しい音楽を届け続けることで、その存在感をさらに強固なものにしていくことだろう。今後の活動においても、多くのファンが期待を寄せており、その期待に応える形で、また新たな記録を打ち立てていくことを楽しみにしている。最終的に、ナンバーアンダーライン愛の物語は、 単なる音楽の成功だけではなく、人々とのつながりや共感、そして新たな挑戦を通じて成長し続ける姿を描いている。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントにとどまらず、多くの人々に勇気や希望を与える存在であり続けることだろう。そのような存在であり続けるために、彼らはこれからも進化し続けるだろう。そして、その進化の過程をファンと共に楽しみ、共感し合いながら歩んでいく姿を、 多くの人々が応援している結論としてナンバーアンダーラインの2024年上半期の成功は彼ら自身の才能と努力そしてファンとの強い絆の結果であるこれからも新たな挑戦を続け過去の自分たちを超え続ける彼らの姿を私たちは見守り応援し続けていくことだろうそしてその先にどんな未来が待っているのかどんな新しい音楽が生まれるのか 多くのファンが期待と共に見つめている。このように、ナンバーアンダーライン愛の物語は、単なる音楽の枠を超えた人間ドラマであり、多くの人々に感動を与えるものである。彼らのこれからの活躍に、ますます注目が集まることは間違いないだろう。そして、彼ら自身もその期待に応えるべく、さらなる高みを目指して進んでいくことだろう。その過程で、私たちファンもまた、 新たな感動や喜びを共有し、共に成長していくことを楽しみにしている。ナンバー・アンダーライン愛のこれからの活動を見守ることは、多くのファンにとって楽しみであり、彼らの成長と進化を共有する喜びでもある。彼らが新しい音楽を作り出し、ファンとの絆を深めていく過程は、まるで一つの壮大なドラマのようだ。このドラマの中で、ナンバー・アンダーライン愛は常に新たな挑戦を続け、 その度にファンを驚かせ、感動させてきた。そして、その挑戦の先には、さらに大きな成功と新たな記録が待っていることだろう。彼らの音楽は、単なるエンターテインメントにとどまらず、多くの人々に影響を与える力を持っている。その力は、彼ら自身の才能や努力だけでなく、ファンとの深い絆によって生まれるものだ。ファンとのつながりを大切にし、その期待に依頼続ける姿勢が、 ナンバーアンダーラインアイの音楽に独特の魅力を与えている。そして、その魅力が多くの人々を引きつけ、感動を与える原動力となっている。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、それぞれが個々の魅力と才能を持ちながらも、一つのグループとしての一体感を大切にしている。平野翔神宮寺優太、岸優太の3人は、互いに補完し合いながら、新たな音楽を作り出している。 その結果、彼らの楽曲は多様でありながらも、統一感のある作品となっている。このバランスが、彼らの音楽に独自の深みを与え、多くのファンに愛される理由の一つである。彼らの成功の背後には、プロデュースや作詞作曲を手掛けるなど、自分たちの音楽に対する深い理解と愛情がある。その結果、ファンは彼らの楽曲に共感し、より強い絆を感じることができるのだろう。 ナンバー・アンダーライン愛は、そのような姿勢を持ちながら、常に新しい挑戦を続けている。そして、その挑戦が成功するたびに、彼らはさらに大きな存在感を示している。これからも、ナンバー・アンダーライン愛は新たな音楽を通じて、多くの人々に感動と喜びを届け続けるだろう。そして、その過程で、彼ら自身も成長し続け、ファンとの絆を深めていくことだろう。 彼らの音楽は、単なるエンターテインメントにとどまらず、多くの人々に影響を与える力を持っている。その力は、彼ら自身の才能や努力だけでなく、ファンとの深い絆によって生まれるものだ。そして、彼らがこれからどんな新しい音楽を作り出し、どんな挑戦を続けていくのか、多くのファンが楽しみにしている。その期待に応える形で、ナンバーアンダーライン愛はこれからも進化し続け、 さらなる高みを目指していくだろう。そして、その過程で、私たちファンもまた、新たな感動や喜びを共有し、共に成長していくことを楽しみにしている。彼らのこれからの活動において、どんな新しい挑戦が待っているのか、多くのファンが期待と共に見つめている。彼ら自身も、その期待に応えるべく、さらなる努力を続けていくだろう。そして、その結果、 また新た新な記録をを打ち立て多くの人々に感動を与えることだろう彼らの音楽は単なるエンターテインメントにとどまらず多くの人々に影響を与える力を持っている。その力は彼ら自身の才能や努力だけでなくファンとの深い絆によって生まれるものだ。